はい、皆さんこんにちは。企業からパー以上やことエッジです。はい、本日もですね、インターネットビジネスとか企業とか副業とか、あとはヒップホップに接するお話をしていきたいと思うんですけれど、本日ですね、こちらの本読みました。はい、ビジネスナンバーワン理論、はい、めちゃくちゃ面白かったんで、今日はこれについてお話をしたいと思います。はい、でですね、とりあえずですね、この本、まあどういったことが書いてあったのかと言いますと、ですね、これはビジネスについて書いてあるんですけれど、まあそのビジネスで成功者っていう人たちね、あとこれから成功してる、絶対成功していく人たちっていうのは、みんな勝ち癖のでしたというお話でした。はい、でですね、この本についてですね、まあざっくり分けて、この3つに分けて話していきたいと思います。はい、でですね、一番初めっていうのが、そのね、そもそもその勝ち癖のって何ぞやっていうことです。で、2番目っていうのが、その勝ち癖のの作り方っていうことです。で、3番目っていうのが、この本を読んで、まあ僕が思った感想なんですけど、まあ非常識者の方が成功するというお話です。はい、ということでですね、まあとりあえず1個目からお話していきたいと思います。はい、で、一番初めっていうのは、まあこのね、勝ち癖のってそもそも何ぞやって話です。はい、でですね、この本に書いてあるこの勝ち癖のっていうのは、これはですね、脳みそが常にワクワクしている状態っていうのが、これ勝ち癖のらしいですね。はい、で、じゃあそのね、脳みそがワクワクしているとなんでみんな成功するのっていうお話です。はい、でもこれよく考えてもらうとすげえ単純なことです。例えばですけど、みんな漫画を読んだりですね、ゲームをやったりね、まあ映画を見たり、まあ友達と遊んだり、自分らの好きなこととかワクワクしていることって、まあ常にね、継続して持続することができます。はい、なんで、この脳みそっていうものを自分の目標としているもの、まあ僕の場合だと、まあビジネスだったりするんですけど、そういうところに当てはめて常にワクワクしている状態になれば、必ず結果まで生み出すことができるというお話でした。はい、例えばなんですけれど、まあこれちょっと漫画の話になるんですけど、ドラゴンボールの悟空って言いますよね。はい、悟空いつももうね、強そうなやつ磨けるために、ほらワクワクすっぞつってよく言ってますね。あれですね、常にワクワクしてる状態だからこそ、どん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 スキルが上がっていくってことなんですよね。あそこでですね、もう毎回出てくる敵が強すぎて、わ、またマジやばいの出てきたよってなってたら、多分悟空勝てないんですよ。あれはワクワクの状態であるからこそ、まあどん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 スキルが上がってるって感じです。鳥山さん、いいとこ書いてくれたと思いました。はい、ということですね、2つ目になります。はい、でこのですね、ワクワクの、まあ大体分かったとは思うんですけど、じゃあこのワクワクのって、でも実際ね、まあ仕事とか、そうですよね、ビジネスとか大変な目標にね、こう埋め込むなんて、もうそれこそ大変じゃないかっていう話ですね。で、このね、ワクワク脳の作り方、まあね、勝ち癖脳の作り方なんですけど、これですね、マインドセット、僕他の動画でも言ってるんですけど、マインドセットと結構似てました。で、要するにですね、脳みそっていうのはかなりあやふやな状態で、いろんな情報をどん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 記憶していきます。はい、で、ちなみにですね、人間っていうのは1日70万回も、失敗や挫折や、辛いとか嫌だっていう、そういったね、負の感情を生み出しております。で、こういったものっていうのを常に脳みそに叩き込むから、前向きな行動ができないんですよね。マイナス思考が強くなってしまいます。で、こういったものをですね、なくして、どうやって、自分の脳みそっていうのが常にワクワクした状態にするかって言ったら、これはセルフイメージでやります。はい、で、要するにですね、先ほども言ったんですけど、脳みそってかなりあやふやに記憶してるって言いましたよね。つまりですね、こっちを脳みそに逆にですね、プラスのイメージっていうのを無理やりこうねじ込んでいくことで、脳みそっていうのはその出来事っていうのがまだ現実的に起こっていないのにもかかわらず、もうすでにその感情っていうものをもう生み出すことができます。はい、で、この方法なんですけれど、例えばなんですけど、僕の今の目標っていうのが、人生の目標が今ね、年収1億円を今目指して頑張っております。はい、でですね、この年収1億円っていうね、この金額ってなった場合に、この年収1億っていうのをもう頭でイメージします。でも、ここで間違っちゃいけないのが、この年収1億円っていうものを手に入っただけのイメージじゃダメです。はい、これだと脳みそっていうのはそこまで理解できないらしいです。もっともっと深いところまで意識することが必要らしくて、五感で感じろとも書いてありました。まあ、つまりですね、もう僕がじゃあ1億円ね、年収1億円になった1日って一体どういうものなのか、朝起きた時とかね、お昼ご飯を食べに行った時、その時の服装やキックス、乗っている車ね、食べに行くお店ね、自分が1億円持っていれば正直いろんなことできると思います。で、僕は多分それね、1億円ゲットしていろんなことをやりたいんですよ。なんで僕はですね、このイメージっていうものをね、1億円をただゲットしただけではなくて、そういった感じでですね、五感に合わせてすごい細かいイメージをしていくことが大切らしいです。まあそうすることによって、脳みそに無理やりね、そのもうすでに1億円を手に入れているセルフイメージっていうものをぶち込んでいくことができます。で、この脳みそっていうものが目標に向かって努力するときに常にワクワクの状態を生むってことになりますね。はい、ということですね、これがですね、まあそのワクワクのですね、まあ要するに勝ち癖のってやつの作り方でしたね。はい、で、こういった感じでですね、この勝ち癖のさえあれば、まあ本当に勝てるんだよなんていうのは、まあ僕他の動画でも言ってるんですけど、例えばエジソンとかもそうなんですよね。
エジソンって電気を発明するまでに一回も失敗してないって言うんですよね。成功するための工程をやっていただけで、僕はまだ失敗なんか一度もやったことないなんてことも言ってました。はい、これが、本当にすごい勝ち癖の、ですね、発言なんだななんて思ってました。はい、ということでですね、これ最後3番目なんですけど、まあ僕この本読んでみて、まあ思った感想なんですけど、非常識者の方が成功するなって僕は正直思いました。はい、と言いますのも、まあ僕のこと見てもらってわかると思うんですけど、まあね、こんな三つ編みおっさんとか多分やばいと思うんですよ。でもですね、僕はあんまり、まあ、正直ですね、周りの目って気にしてないんですね。いろんな見方によって全然違うんだろうなと思います。ヒップホップの周りの奴らから見れば、まあ僕のね、三つ編みなんて、おーイケてんじゃんって思うかもしれません。でも知らないおばちゃんから見たら、あのおっさんやべえな、三つ編みしてんじゃんってことになるじゃないですか。でもそういった感じですね、いろんな人たちの見る角度とかによってですね、まあ生き方とかにもよってですね、その人たちの考える思考っていうのはもう全然違います。なんでそんなのいちいち僕はですね、意識してたらダメだなと思ったので、とてもですね、自由に思考するようにしてます。はい、でもですね、なんとこのまあ自由に思考するのがまあ良かったんだなって思いまして、僕サラリーマン本当に辞めたいなって思った時に、まあその思考ですよね、僕絶対に成功するっていう意識がありました。はい、で案の定ですね、まあ1年間で、たった1年間でものすごく変わりました。人生丸ごと変わっちゃいましたね。で言ってもですね、ビジネスやるとサラリーマンよりも点で稼げるし、めちゃくちゃ自由だし、そういったものも手に入れることができました。でもそれって僕はもともと意識してましたね。はい、絶対にできるって思ってました。もう本当にどうかしてると思います。僕いつも言ってるんですけど、僕本当に学歴ないです。全然勉強してこなかったし、遊んでばっかでした。はい、で途中でいきなり社長業をやりたいとか、サラリーマン辞めたいとか、本当に考えて、で本当に行動しました。そしたら本当になっちゃいます。はい、で本当にめちゃめちゃ非常識的だとは思ってます。でもこの非常識な脳だからこそね、みんなが無理だとか思ったりする、そういったことも全く思いつきません。やると決めたらもうやるだけで、で、そこまでいけないとも思っておりません。なんで僕さっきも言ったんですけど、年収1億円を今、目標としております。できればですね、今年1年で行きたいななんて思ってるんですけれど、ね、こういったものも僕の意識、普通の人はね、お前みたいなバカは無理だろって言うかもしれないんですけど、ね、僕ぐらいの非常識さがあると、それぐらいも全然平じゃありません。この本に書いてあった通りに、まあ何も考えてなかったんですけど、意識しなかったんですけど、まあ僕はいつもワクワクしてる状態になってます。家畜性能です。はい、それはですね、やっぱりその常識的な考え方に飲まれずに、まあ自分っていうものをまあしっかり持ってですね、まあ俺ならできるんじゃねぐらいのですね、はい、その非常識的な思考っていうのがですね、まあ成功へとどん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 進んでるのかななんても思ったりしております。はい、という感じでですね、今日はですね、はい、こちらの本ですね、ビジネスナンバーワン理論、はい、についてお話ししました。はい、でですね、ね、先ほども言いました、脳みそがワクワクしてる状態ですね、悟空みたいな状態を作ってると、常にですね、そこまでどん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 自分を、ね、高めていくことができるっていう感じです。で、その作り方っていうのは、まあ、自分で意識することが大切ですってことですね。脳みそっていうのはもう適当にどんどん意識していきます。なんで本当にそれをもうすでに、手に入れたような思考で、考えていることによって、脳みそっていうのはそれを取り込むときにワクワクの状態を作って、それ継続して最終的に結果を生むことができます。で、僕みたいなね、こんな非常識なやつだからこそ、そういうことっていうのを結構ものの簡単にやっちゃっております。結構僕の周りみんな僕のことを見てびっくりしております。すごいすごいなんて言うけど、僕からするとまだ全然大したことありません。僕は、一番初めの目標は年収1億円です。でも1億円に行ったら、もうどん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 その上目指していきたいと思ってます。はい、それぐらいお前みたいな全くバカで勉強もできないやつが何言ってんだって思われるかもしれないですけど、でも僕はその非常識さがあるからこそここまで来れたんだと思っております。はい、ということでですね、なんか最後なんか自分の非常識さ非常識さとか言ってて、なんか自分でちょっと恥ずかしくなってきたんですけど、まあ今日はこういった感じのお話となりました。はいですね、僕はですね、見た目こんなんですけど、一応ビジネス系の YouTuber やっております。こちらですね、ブログもやっております。ブログもですね、ビジネスの内容を話しております。あとですね、僕ヒップホップの情報も話してます。で、どっちでもいいですね、どっちでもいいんで、興味がある方はぜひぜひね、チャンネル登録の方をしていただければな、ありがたいなと思います。はい、あとですね、ビジネスに興味がある方、ですね、僕、LINE 公式の方やっております。はい、でそっちの方ですね、こっちの YouTube とかブログではね、話さないようなですね、そういった内容の、こともですね、発信しておりますので、ぜひぜひね、興味ある方はですね、下のですね、この動画の説明欄のところに、URL 貼っておきますので、ぜひぜひ、興味ある方チェックの方よろしくお願いいたします。ということで、こんな感じです。はい、脳みそ一つでだいぶ変わるっぽいですね。あと本当に非常識の方が結構いけると思います。なんか真面目に考えすぎないで、もうちょっと気抜いていろいろチャレンジしてみた方がいいと思います。マジで人生僕ぐるっと変わっちゃいました。こっから本当1億円とかゲットしに行きます。皆さんもそういった感じ、ね、金と自由手に入れて生きていくとマジ最高です。ぜひぜひね、ビジネスチャレンジしてもらえたらなと思います。はい、ということでですね、まあ本日は以上となります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。キヨカラッパイ EJ 愛ことエジでした。また次回もよろしくお願いいたします。